北朝鮮外務省の報道官は12日、米国の要請で国連安全保障理事会が招集されたことについて、どの道を選択するかに対する明白な決心を下すことに徹底的な助けを与えたと反発している報道官はこの日、談話を通して米国は 今回の会議召集をきっかけにブーメランになって戻ってくるのと、愚かことをしたとし、このように明かしたと、朝鮮中央通信が伝えた。これを前に、米国は、現地時間の11日、去る2017年11月北朝鮮の大陸間、弾道ミサイル、 ICBM 火星15型の発射以降、およそ2年ぶりに国連アンポリを召集し、